今ここは京都の東十条の阪神高速道路の出口の駐車場です。で、野外劇日輪の翼のゲネ直前なんですね。で今ですね、東九条の方々も参加して、これからゲネの公演をしようかというところです。で私たちの劇場 E9 も、東九条ですから、この近くに新しく開場することになります。私たちは野外劇を作ってますけども、実際にこの野外劇もいきなり野外でクリエーションするわけではなくて、ちゃんと劇場で、集中して稽古をして、ここに出てきました。何か落ち着いて作るっていうのは、そういう劇場をそうやってのは必要なんですね。ですから、これからクリエーションのために新しいものづくりをするためにE9の劇場をぜひ東九条に立ち上げたいと思います。皆さんも応援してください。よろしくお願いします。